ベルンハルト・コールは、オーストリアウィーン出身の自転車競技選手。2002年に、アンダー2 3オーストリア国内選手権、個人ロードレース優勝。2003年から2004年まで、ラボバンクのアマチュアチームに在籍。プロ選手になる前は、アマチュアチームで走る傍ら、煙突の掃除人をしていたこともあった。2005年、T モバイルと契約を結びプロ選手となり、 同年のブエルター・エスパーニャに出場、総合110位。2006年、国内選手権、個人ロードレース制覇、ドーフィネ・リベル総合3位の実績を残す。2007年、ゲロル・シュタイナー2位席、ツールド・フランスに出場し、総合31位。2008年のツールド・フランスでは、ピレネー・コエステージの第10ステージで4位に入り、総合順位も一気に4位に浮上。 アルプスコイステージでも改装を見せ、第15ステージ終了時点で、首位のフランクシュレクに7秒差の総合2位、また、山岳賞部門では首位に躍り出た。ラルプディウエズがゴールの第17ステージでは、チーム CSC サクソバンク勢の巧妙な作戦も、あって、総合優勝を果たすことになるカルロス・サストレから遅れを取り、総合優勝を争いでは一歩後退を余儀なくされたが、 最終的に総合3位に入り、また、三学賞部門は、サストレラ他の選手を圧倒して獲得したが、口述するドーピング違反のため、総合順位等は取り消され、三学賞も剥奪された。2009年5月には、出場停止期間が終了しても、選手生活に復帰する意思はないとして、引退を表明した。ベルンハルトコール2008フランスのスポーツ新聞。 レキップの2008年10月13日付記事はコールにセラ陽性反応が出たと報じた。フランスアンチドーピング機構の話を受けてレキップが報道したことによるもの。ロイター、共同によると同月15日この報道を受けて記者会見を行ったコールはセラの使用を大筋で認めた。11月24日にはオーストリア反ドーピング機構により2年間の 出場停止が言い渡された。サイクリスムドパゲコール A、トリッチリューヤウッシーアーカイブド2012年1月22日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。